い、皆さんこんにちは、こんにちは、マジです。本日はネットフリックスで見れる爆笑必須の韓国ドラマ午前、はい、ということで本日は明るく爆笑できちゃう韓国ドラマをお伝えしていきます。人生時には明るく笑い飛ばしたい時ありますよね。私もそんな時に元気をもらいたいな、パワーくださいっていう時に見る韓国ドラマがございます。でその中でも特に皆さんにおすすめしたいものを5つ用意してきました。この5つっていうのは韓国ドラマ最近見始めましたっていう方だったり、初心者ですよっていう方にもおすすめできる内容となっています。もし5つ全部見たことがあるよっていう方がいらっしゃったら、コメント欄でどういった点がおすすめなのかっていうおすすめをぜひ教えてください。それでは早速どうぞ。はい、ということでまず一つ目はヴィンチェンツォです。はい、こちらはソン・ジュンギさんとチョン・ヨビンさんが出演されているドラマです。でこれはですね、韓国系イタリア人のマフィアが悪は悪の方法で成敗していくっていうような内容になっています。ヴィンチェンツォっていう名前からするとちょっとアクションが強いのかなとか、いかつそうだな、怖そうだなって思う人もいらっしゃるかと思います。でも実際内容はそんなことはなくって、爆笑ももちろんなんですけど、ちょっとシュールな展開も入ってくる、そんな内容です。でスケールもすごくて CG で行われているところもあるんですけど、ブドウ畑をバンって破壊してたりとか、クムガプラザっていうところが舞台になってくるんですけど、そのクムガプラザの住人たちの癖がまあ強いんですね。なのでその人たちの様子がおかしい感じとか、もう癖が強い感じにすごく笑ってしまいますし、ソン・ジュンギさん演じるヴィンチェンツォ・カサノが結構ね面白いんですよね。格好つけてるんだけどつかないみたいなところもあって、でもやるときはやるみたいなキャラクターなので、頼りがいもあるし、抑えてくるとこ抑えてくるみたいな感じなので、すごくね笑えると思います。でかっこいいソン・ジュンギさんだけじゃなくて、ちょっと滑るソン・ジュンギさんも楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、ヴィンチェンツォまだね見てないよっていう方いらっしゃればぜひご覧ください。そして2つ目はキム秘書は一体なぜです。キム秘書は一体なぜ、これ皆さん見たことありますか？たくさんの方がねご覧になったかなと思います。キム秘書は一体なぜっていうのは、キム秘書が辞表を出すところから始まるラブコメディです。長年ちょっと気にかけていた秘書が実は違った形の思いを持っていたりとか、二人の関係どうなっていくのっていうところが気になる展開のポイントとなっております。でこのキム秘書は一体なぜはもう本当にラブコメど真ん中王道っていう形で、パクソジュンさん、パクミニョンさんが出演されているドラマです。これは見たらパクソジュンさんの癖の強い会長役っていうのが本当にハマり役だなっていうのが一目瞭然。今まで教場クリーチャーとかイテウォンクラスとか見てた人が見ると、もしかしたらそんなキャラなのってちょっと引いちゃうかもしれないっていうぐらいナルシストでネジが一個抜けてるような、そんな姿を演じています。そしてキム秘書は一体なぜといえば、キャラクターの個性ももちろんなんですけれども、爆笑ポイントとしては胸キュンすらも笑えるっていうところが非常にポイントになっているかなと思います。でこのキム秘書は一体なぜは、胸が締め付けられるといいますか、ちょっと違った意味でキューッってね、なるような胸キュンがいっぱいあるんですよ。なんですけど、そのまま行くとは限らず、うまくいかなかったり、笑える場面がたくさんあります。で、このキム秘書は一体なぜは、特にメイキングまでぜひ見ていただきたい。このメイキングでも、この二人がね、すごくいい感じにラブラブしていたりとか、素でやり取りしている姿もすごく面白かったりするので、ぜひ見ていただきたいです。でパクミニョンさんとパクソジュンさんっていうね、日本でも大人気のお二人が出演されているドラマにもなりますので、まだね見てない方は見ないと損です。で今でもね何回も見るよっていう方中にはいらっしゃると思うので、私と一緒にねおすすめポイントぜひコメントで教えてください。そして3つ目は恋のスケッチ応答せよ1988です。はい、韓国ではね応答せよ1988というタイトルなんですけれども、なぜか日本ではね恋のスケッチという謎のタイトルがついております。でこれに関してはねちょっと物申したいんですけど、まだ後で言いますね。はい、こちらはヘリさん、パクボゴムさん、リュジョンさんが出演されているドラマです。この3人っていうのはですね、タイムリーっていうかね、まあパクボゴムさんそうじゃないかもしれないですけど、ヘリさんにリュジョンさんに関してはちょっとタイムリーな方々かなと思います。応答せよ1988っていうのは1988年が舞台でして、この応答せよシリーズの最終章となっております。応答せよシリーズっていうのは1977年の応答せよ1997、
次の第2作が応答せよ1994、そして最後1988という3部作で構成されているものでございます。このね、応答せよ1988は5人の幼なじみの物語になります。で、最終的にそのうちの一人の女の子の花婿は誰なんだというふうなところを推理するというのが大まかな流れです。で、誰になるんだ、どっちなんだっていうところでね、胸キュンできるんですけど、これは単なる幼馴染っていうよりかは、そのそれぞれの家族の物語も結構あるんですよ。だから単なる胸キュンだけじゃないんですね。で、家族同士のこう怒られてる姿とか、お父さんお母さんの関係とか、ご近所付き合いとか、日常で笑える系の物語なんですよ。なのでそこがクスッとなるし、爆笑しちゃうし、ドジっ子もいたりとかしてね、飾らないのが魅力ですっていうのがね、このドラマの魅力かもしれません。等身大の姿を残してる、そんなドラマです。で、ちょっと話数はね、多くなってしまうんですけど、最後まで非常に楽しめる内容となっているので、ぜひご覧ください。そしてね、冒頭でこのヘリさんとリジュヨンさんがなんかフォトだよねって話したんですけど、ちょっとこれ避けられない話なので、軽くお伝えすると、このドラマが終わった後にヘリさんとリジュヨンさんは7年間の公開恋愛をされていたんですね。ドラマでも共演していたし、熱愛があったし、ドラマファンからしたらすごく良かったねっていうところですごく盛り上がっていました。で、なんですけど、最近ね、ちょっとお別れの報告が出て、リジュンヨルさん側にちょっと新しい彼女さんとしてハンスヒさんがね浮上してみたいなところでいろいろあったんですね。詳しくは皆さんぜひ検索してください。私から何も言うことはありません。はい、という形ですかね。次行きましょう。続いて4つ目は刑務所のルールブックです。はい、こちら刑務所のルールブックはメジャーリーグでのデビューを目前にしながら、ある日刑務所に入ることになったスター野球選手が閉鎖された空間で生き抜く術を身につけていくといった内容のドラマになります。これはもう人生ドラマを描くブラックコメディっていう風にも言われていて、ちょっとしたことでも笑えるんですけど、テーマがもう人生とか、どっちかというと社会派ドラマみたいなものになります。私もすごく大好きで、どんどん見進めてしまったんですけど、1話見たらもう止まらなくなる系のドラマですね。なので途中でお休みするっていうのが多分難しいと思う。最初はそれこそね、私もタイトルとか、あとポスターを見ると、あ、刑務所ものかと思って、でめちゃめちゃなんか怖いんじゃないかなって思ったんですけど、扱ってる内容自体はシリアスな内容なのに、なんかちょっと笑ってる自分がいたりとか、コメディだっけ、逆ドラマだっけみたいな風にこう見間違えるぐらいのこう明るさで吹っ飛ばしてくれるみたいなシーンもあるんですね。なので緊迫感とか緊張感も高まるんだけど、なぜか一気に笑いの方に走ったりとか、泣いて笑ってすっごい忙しいドラマなんです。だからあの皆さんもね、ぜひ見ていただきたいですし、最初はとっつきにくいというか、理解するのに時間がかかる方もいらっしゃると思うんですけど、見れば見るだけ虜になれる、そんなドラマになっているので後悔はないと思います。見てね、ぜひ皆さんもご覧ください。はい、そして最後5つ目は星から来たあなたです。はい、もう私もこれ大好き。もう何回紹介したかわからんぐらいなんですけど、チョン・ジヒョンさん、キム・スヒョンさんが出演されているドラマです。この星から来たあなたっていうのは韓国でもね、社会現象となったぐらい本当に人気の韓国ドラマとなっております。で、これがわがまま女優と宇宙人の話なんですよ。だからなんかね、それだけ聞くとやばいドラマだなと思うと思います。で、私も最初思いました。宇宙人と女優のドラマなんて何が面白いんだと。そう思う方、騙されたと思って一回見てください。もうね、圧巻です。あの、なぜかね、宇宙人好きになってます宇宙人であることを周りに隠して生きていて、かつ近いうちに地球を離れますよみたいな設定もあるんですよ。あるんだけど、でもその女優さんに危機が訪れていることを知って、でどうすんのみたいなところもねあったりするんですね。なので人間の世界に紛れ込んだ宇宙人ってなんかこう馴染めなさそうなんですけど、めっちゃ馴染んでるんですよ。だからこれを見たら、あれ、あの人は宇宙人なのかもなんて思ってしまいそうになるぐらい非現実なんだけど、なんだかすごく注目してしまう、そんなドラマとなっております。恋愛要素だけじゃなくて、もうファンタジー要素もたっぷりで、こう真面目な性格の宇宙人が天真爛漫なヒロインに振り回されるみたいな展開もあって、それもね非常に面白いです。で、チョン・ジヒョンさんがコメディチックなね動きをされているんですよね。今放送中の涙の女王でキム・スヒョンさんが
コメディチックな役を演じてらっしゃるんですけど、この時のチョン・ジヒョンさんと役柄変わったみたいな感覚に陥るぐらい楽しい作品になっております。でこの星から来たあなたのキムスヒョンも見た上で涙の女王も見るとより面白いと思うので、皆さんそちらもぜひご検討いただけると嬉しいです。感動できるシーンっていうのも多くて、明るくね笑い飛ばせるだけじゃない魅力が詰まった韓国ドラマになりますので、こちらも初心者さんでもベテランさんでも何度でも楽しめる韓国ドラマです。今回ね5つ明るく笑える韓国ドラマをご紹介しました。これ全部ネットフリックスで見ることができるので、皆さんぜひですね参考にしてみてください。そしてもう見たよっていう方はぜひおすすめポイントをコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。まだまだねいろんなドラマを動画で紹介していきたいなと思っているので、リクエストとあればそちらもコメントでお待ちしております。ということで皆さん本日最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。そしてインスタグラムと TikTok と X もやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。안녕!